アメリカ陸軍輸送課の陛下気象アメリカ陸軍輸送課は貨物自動車または鉄道による陸上輸送輸送機による航空輸送及び船舶による海上輸送によって人員及び軍需品の運搬を担当するアメリカ陸軍の戦闘広報支援を行う陛下である。本拠地はバージニア州ホートユースティス。アメリカ陸軍輸送課は 大統領令9082号によって1942年7月31日に設立された。モットーは兵壇の先法であり、現在アメリカ陸軍で3番目に小規模の兵科である。兵壇を担当する兵科は3つあり、他の2つは受品科と武器科である。アメリカ独立戦争の頃に、後のアメリカ合衆国初代大統領、ジョージ・ワシントンは、初のワゴンマスターを任命し、 これが輸送化発のチーフとみなすことができる。米英戦争以前は軍事輸送は国家軍事戦略において重要視されていなかったが、効果的に敵と交戦し、撃破する新国家の軍事力を保障するために何らかの組織化された輸送支援が必要であることが戦争後明らかになった。この要請に応じ、1818 18年にトーマス・ S ・ G ・サップが受品総関に任命された。 g サップは後にアメリカ軍の輸送能力を向上させるだけでなく、アメリカ西部への領土拡大をも促した計画を開始した。これらの計画には、はるか西方の突出した港湾と東方の産業基盤を結んだ1836年の大軍事街道の建設、及び水陸両用作戦に蒸気船を使用することなどが含まれた。南北戦争の間、現実的で、 効率的な軍事輸送手段としての鉄道の組織化を通じ輸送は軍隊の広報支援にとって極めて重要な部分であることが分かった。1864年頃には受品部の9部門のうちの5部門は輸送だけに特化していたほどである。戦場の司令官が素早く効果的に部隊と補給物資を移動させる能力を持ち得たことは 相当数の戦いを勝利に導くことに貢献した。米西戦争中、キューバとフィリピンに大規模な義勇軍を動員。展開する任務は、受品部内で独立した輸送活動の必要性をさらに拡大することになった。陸軍輸送部隊は、陸海共同一貫輸送作戦の協調を円滑に進めるために、民間の鉄道業者と海運業者と連携して任務を遂行した。 第一次世界大戦中にフランスに展開したアメリカ遠征軍は単独の輸送監督の必要性を強調し、これを受けて元鉄道管理者のウィリアム・ W ・アタベリーが輸送指令総監に任命され、独立した輸送部隊が1918年に設立された。この輸送部隊は目の前に差し迫った輸送活動の必要性と要求を満たしたが、大戦後に廃止された。これが 現代の輸送家の直接の前身である、イギリスのケイリーウォース警告鉄道に保存されている、アメリカ陸軍輸送家の S160 蒸気機関車5825号機、第二次大戦で使われた、フランス製、ーティエイツ貨車、人員40名または馬八頭を乗せられるという意味、真珠湾攻撃以降、アメリカ合衆国はその歴史で最も大きな、戦時動員を開始した。 1942年3月、輸送機能は新設された補給部門の輸送部に整理統合され、同じ年の7月31日、フランクリン D ・ルーズベルト大統領は大統領令9082号をもって輸送課を設立した。輸送課は大戦の終結までにアメリカ合衆国本土内で3000万人以上の兵士を移送し、 アメリカ国外へ700万人の兵士及び1億2600万トンの補給物資を輸送した。ソビエト連邦が1948年に西ベルリンに非常線を張り封鎖を行った時、輸送家は西ベルリンの維持に不可欠な役割を果たし、その2年後の1950年6月28日、ハリー・エストルーマン大統領は輸送家を陸軍の永続的な陛下として確立した。 朝鮮戦争中、輸送家は3回の冬を越す期間、国連軍への補給を実施し続けた。1953年に急戦が調印される頃までに、輸送家は300万人以上の兵士と700万トンの物資を運搬した。ベトナム戦争では、それまでに最も多様な輸送手段を持つ輸送部隊が集結するのが見られた。輸送家は10年以上もの期間、トラックや水上船舶、 航空機ばかりでなく、水陸両用車も駆使して、未開の熱帯環境を通じて連続的な支援を、アメリカ軍及び連合軍に提供した。1986年7月31日、輸送課は、アメリカ陸軍連帯システムに編入された。1990年に勃発した湾岸戦争において、輸送課は、最大の難問の一つに直面した。砂漠の盾作戦及び、 砂漠の嵐作戦において、輸送家は3つの大陸にある複数の港湾を根拠地として活動し、大規模な軍隊を展開し、維持する能力を示した。冷戦終結後もソマリア、ルワンダ、ハイチ、ボスニアとイラクでの軍事作戦で、多数の輸送部隊の展開が見られた。アメリカ陸軍輸送家の陛下気象輸送家の陛下気象は、全体が金色の金属でできたバッジである。 船の打輪の上に重ねられた盾の中にレールがあり、その上に翼のある車輪が描かれた衣装である。気象の盾の長さは一員である。1919年に直径一員のリムに囲まれたレールの上に翼とフランジのある車輪が輸送家の気象として定められ、1920年6月4日に陸軍再編成法により、陸軍の鉄道以外によるすべての輸送は、 受品相関の下に置かれた。現在の形の輸送化は、1942年の陸軍再編成の結果として1942年7月31日に組織され、それ以後正式な陛下の一つとして機能することになった。現在の輸送化気象は、第一次世界大戦の輸送部隊のそれをもとにして、盾と船のダリンを買ったものである。レールの上にある翼のある車輪は、 鉄道輸送を、船の舵は、水上輸送を表しており、縦は、アメリカ合衆国のハイウェイの標識と同じ形であり、陸上輸送を表している。アメリカ陸軍輸送課の連帯気象輸送課の連帯気象は、金色の金属とエナメルでできており、縦の長さは11、4インである。縦に砂地模様がある以外は、平下気象と同じ金色の同じ衣装が、中央に据えられ、 その後ろに赤レンガ色の穂先が描かれている。穂先はモットーで表される輸送家の精神を意味する。穂先の下に斜め下に突き出している。穂先の鋭角部分から左右全体にわたって緩くカーブしている金色のスクロールがあり、青色の文字で輸送家のモットーであるスピアヘッドオブロジスティックスが書かれている。2007年現在、輸送家連帯には正式な文章がない。連帯機は 黄色の房飾りを施した赤レンガ色の地に、連帯気象と同じデザインが描かれたものであり、その下に、トランスポーテーションコート書かれたスクロールがある。輸送家の陛下色は、気代大色で縁取られた赤レンガ色である。第一次世界大戦中、動力輸送部隊の隊員は、紫色で縁取られた船型略棒に身につけていたが、大戦後の1919 19年に、 緑色で縁取られたシンクが輸送家の閉荷色として割り当てられた。1920年の議会の法の定めに応じて輸送家の任務は受品化に結合されたが、1942年に再度輸送家が設立された際、機代大色で縁取られた赤レンガ色が閉荷色として割り当てられた。ABCDE トランスポーテーションコーブランチカラーインシグニアインスティチュート・オブ・ヘレルドリー 2007年12月24日、閲覧、ありがとうございます。